席、放送席、そして京セラドームにお集まりのタイガースファンの皆さん、お待たせしました。今シーズン初めてのホームでのヒーローインタビューです。最高のサヨナラスを受けてくれました山本康です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今の気持ちからまずお願いします。あ、そうですね、初の、ホームゲームという、この舞台で、ジャイアンツから移籍してきて、こうやって、皆さんに祝福されることはすごく、嬉しいです。まあ、そうですね、もう初球から積極的に、行く気持ちで、打席に入りました。自身にとってプロに入ってサヨナラというのは何度目でしょうか。まあ、初めてです。最後のホームでサヨナラ初めて、今改めてその噛み締める思い、どのような気持ちですか。まあ、そうですね、本当にこのタイガースの、一員になれた気がして本当に嬉しいです。割とピッチング見せてくれました。ベンチからどのように見ていたんでしょうか。まあ、そうですね、本当に、いいピッチングをしてくれたので、なんとか、僕に回ってきた時には、いい役割をしようと、準備してました。自己紹介を一言お願いします。プロ6年目、今年阪神に移籍してきました、28歳、山本康弘です。今後とも、応援よろしくお願いします。そして今日の勝利でタイガースは広島に並んで現在セリーグトップタイの5勝を挙げています。明日のドラゴンズ戦に向けても一言お願いします。はい、今日の、勢いそのまま、また連勝ができるように、僕も、しっかり継続して、結果が残せるように、しっかり準備してきますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。手拍子や応援バトなどを使ってお楽しみください。